強いな、やっぱ星7は強いですね、使ってみる。めちゃくちゃ強いですね、はい、え、めっちゃ可愛いですね、なんか気合入ってますね、またね。皆さんこんにちは、白子ちゃんのチューリーとグッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。ということで本日もファイナルファンタジープレイベックスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエース、よろしくお願いします。はい、今日なんですけれども、はい、6月の20日に来た新キャラ、そして新イベントの紹介をしていきたいと思います。では今回味噌ちゃんの方から紹介してもらいます。では見て味噌汁。まずはですね、新キャラクターのお知らせを見ていきたいと思います、はい。来ているキャラクターは5から7でナギさんとイーゴさんですね、うん、そして4から6でゾルル&デルル、そして3から5でガーラスさんですね、うん、はい。まあ、見てわかる通りついにオーダーズが来たという、オーダーズ来ましたね、はい、はい、ことでございます、うん。まずはイーゴさんですね、はい。トラストマスター報酬は無知の絶技、うん、MP を 20% アッププラス、無知装備時に攻撃を 40% アッププラス、両手の装備品が武器1個だとブグの攻撃がアップするという、うん、もうイーゴさんにつけたい一品となっております、はい。リミットバーストはモルボルバイト、敵全体にダメージプラス、ランダムで毒、暗闇、睡眠、沈黙、麻痺、混乱、病気、石化をさせるという、うん、まあ、モルボルならではの、そうですね、モルボルさんならではって感じですね、はい、リミットバーストでございます、はい。そしてスーパートラストマスター報酬はファストテアラー、うん、攻撃176、両手武具の無知でございます。強いですね、こちらもね、ぜひイーゴさんに持たせたいようなスパトラですね、うん、はい。続きましてナギさん紹介していきましょう、はい。トラストマスター報酬は化粧面黒狐、かっこいい帽子ですね、うん。攻撃魔力が35、そして防御が10、精神が12ですね、はい。そしてリミットバーストは、幻想憑依狐火、うん、敵一体にダメージプラス、自分の攻撃魔力をアップしてくれます、はい。そしてスーパートラストマスター報酬は陰陽宗主、うん、攻撃を 20% アッププラス、魔力を 50% アッププラス、片手武器を2つ装備すると武具の攻撃攻撃がアップということで、めっちゃ強いですね。そう、はい、二刀流の、仏魔アタッカーにはもってこいのスーパートラストマスターですね、はい。続きましてゾルル&デルルですね。初の2人1組、いや一応いたかな、いたか、あ、そう、そう、極限師とか、そう、極限師がいたからね、まあ、確かに確かに、はい、まあ、あのオリジナルユニットとしては初めてですね、うん、トラストマスター報酬は2人で1つ、うん、攻撃 20% アッププラス、楽器装備時に精神を 40% アッププラス、弓装備時に攻撃を 30% アップというアビリティでございます、うん。もう2人に持たせたいモリモリのものですね。そうですね。そしてリミットバーストはダーティーコンビネーション、うん、敵全体にダメージプラス、精神をダウンしてくれます。そして、続きましてガーラスさんですね、トラストマスター報酬はビッグチョッパー、うん、攻撃130、防御を 10% アップする両手武具の体験でございます。なるほど、リボル武装の防御つけましたみたいな感じですね。そうそう、そんな感じでございます、うん。そして、リミットバーストはスパーキングデストロイヤー、敵一体にダメージということでございます。なるほど。ではまずはガーラスさんから紹介していきましょう、はい。ガーラスさんはですね、攻撃高めの近接ユニットでございます、うん。敵単体に対して強い効果を持つアビリティを習得しております、はい。例えばですね、うん、パワーラッシュ、もう名前からして強そうなんですが、こちらがね、威力260で、彼の持っている技の中では結構高いものですね、はい。そしてですね、気になるところは、こちらですね、ブラッディチョッパー、はい、こちらがですね、しっかり吸収してくれますね、うん。なので、まあ、普通にね、ウェーブを走っている普通のクエストでも使えるんじゃないかなといった技でございます、はい。さあ、それではドット絵見ていきましょう、はい。お願いします。15等星ですかね、ガラスさんはね、16段目中の15等星で、割と最初の方に出てきた初めて出会ったオーダーズとかじゃないですか、確かね、懐かしいですけどね。強い個性と特徴がなければ他のオーダーズの上にはいけない、自分の個性とは何かいろいろ考えて出た結果は犬を飼っているということだった。その個性を何とか生かそうとガラスは飼い犬ジョギングを毎日欠かさないように、かわいい、ただ面白いです。こんなにお愉快なコメントはなかなかないですけど ね、これレベルによって、あのレアリティによって書いてある内容変わるので、はい、3、4も気になっちゃいます、ね、気になっちゃいますね。お、結構この感じなんですね。なんか土特性のね、うん、攻撃もできるので、ね、はい、なんか土っぽい感じもありますけど、魔法映像、魔法発動、そしてリルビー、ちょっとかっこよくないですか、かっこいい、どっから出てきたみたいな、
なんで一回下がったみたいな助走が必要が、ね、ジョギングしてんのや。あ、なるほど。わー、これはガーロスだ。なんかこんな感じでしたよね、うん、ストーリーのキャラクターもね、はい、ぜひぜひガーラさんねストーリーも出てくるのでね、まだストーリー進めてないという方は、ね、ぜひぜひチェックいただければと思います。品種の敗北ですね。死に方すごい。続きましてドルル&デルルさんを紹介していきましょう、はい、彼らはですね歌うことでサポートを行い攻撃も可能なユニットとなっております、はい、一部強力なサポートアビリティを持つので活躍が見込めるかなと思います、はい、でその一部は何ぞやということなんですが、特にですねファイトソング虚脱の下法、うん、こちらの2つがですねちょっとタップしてみると分かるんですが効果がですね4-6の中では高いものが採用されてますね、はい、歌っているアダ 3ターン味方全体の攻撃防御魔力性精神を 80% アップしてくれます、はい、そしてですねもう一個が、はい、3ターンの間敵全体の防御精神火雷風光属性の耐性を 50% ダウンしてくれるのでね、うん、かなり理にかなった歌なんじゃないかなと思います、はい、そしてさらにですねリミットバーストこちらはですね、最大で3ターンの間精神を 70% ダウンしてくれます。これがですね、レベル依存ではなくレアリティ依存のパーセントなので、な、はい、威力は違うんですけれども、うんうん、6まで育てれば 70% の恩恵を得られるので、うん、かなりね使い勝手がいいんじゃないかなと思います。はい、はい、こちらドルルとデルルさん11等生と12等生なんですけども、はい、ストーリーでも出てきた時ストーリーでも出てきた通り合わせて23等生っていうのが出てきててめっちゃ可愛いですよね。だからすごいっていう言い方をストーリーでしてましたが、うん、低くなってんじゃんみたいな ね、 そうね。オーダーズシステム的には最弱になってんじゃんっていうところがね、うんうんうん、彼らの可愛いところですね。一応カウンターで 60% ダウンっていうのができるっていうね、はい、はいはい、ユニットになってます。ではドット絵見ていきましょう。はい、ドル&デルさん見ていきましょう、はい、これは50羽以上の小鳥を飼っているそうです、うん、鳥の名前一度間違えたことがない。すごい50羽以上の鳥を。すごくないですか。すごいオーダーズの特技や。特技ですね。なんかやっぱ突出したところがあるんです ね、 はい、攻撃準備攻撃。え、めっちゃ気合入ってません。入ってる。こんなに分かれるの ないですよ ね。あ、なるほどね。なんか弓とこの楽器なのかな、このもう一個もね、うんうんうん、はい、今方一緒ですね。え、すごーい、すごい、あ、かっこいい、かっこいい、行ってこいみたいな感じですね。いいね、はい、立ち姿がかっこいいですね。 LB、 あ、なんか投げましたね。ねえ、ふっと投げて爆発したところにこうやってくっていうね。頭踏まれてないか、ね、確かに踏まれてましたね。もう一回いきます。いいコンビネーションだね。本当だ、踏まれても何にも言わないんだ。もうちょっと踏むとこあったやろみたいな感じですね。いっぱいあったやろ。そう、勝利ポーズ。え、めっちゃ前出てる。あ、え、かわいい。なんかちょっと愉快なキャラクターでしたね。はい、瀕死、憎めない、敗北、はい、はい、待機ということでね、めちゃくちゃ気合入ってますね。はい、はい、ということでゾルル&デルルさんでした。続きましてナギさん紹介していきましょう、はい、ナギさんはですね、二刀流のブツマアタッカーでございます、うんうん、チェインとして相性のいいチェインは、成功爆裂波やオレオールレイとなっております、うん、へー、そうなんだ、はい、そして使える、属性が闇にかなり特化しているので、闇っぽいですね、はい、あの闇って結構いろんな子がね、うん、相性いいので、はい、誰とでも合わせられるんじゃないかなと思います、はい、では細かく見ていきましょう、はい、まずは先ほど言っていた成功爆裂波なんですが、幻陽と夕闇という技がございます。まずこちらですね、こちらが幻陽、敵一体に威力650-650の、光属性ダメージを与え、3ターンの間光属性耐性を 60% ダウンしてくれます。攻撃も与えてダウンもできると、はいはい、そしてもう一つの夕闇、うん、闇、はい、こちらがですね、敵一体に威力650-650の闇属性ダメージを与え、3ターンの間、闇属性の 60% 耐性ダウンですね。光と闇ですね、はいはい、これやっぱあの属性も乗っているので、うん、無属性の武器でも、チェインエレメントチェインができるということですね。なるほど、はい、かなりお得なんじゃないかなといったものです、はい、そしてもう一つ先ほど紹介したオレオールレイなんですけれども、うん、東映闇乱舞というものがございます。これか、はい、30、こちらはですね、はい、30ヒットの敵全体に威力750-750の闇属性ダメージを与えるといったものです。うん、ただこれあの属性が乗っているので、うん、オレオールレイとチェインするときは注意が必要です ね、 なるほどですね、はい、
そして先ほど紹介した幻陽と夕闇なんですけれども、はい、耐性弾が 60% と星7の中ではちょっとね、そう、あの物足りない気がしますが、物足りない感じしますね。はい、スペシャルアビリティの力まといというものがございます、はい、こちらがですね5ターンに1回使用可能で戦闘開始時使用可能なアビリティとなっておりまして、うん、3ターンの間自分の攻撃魔力を 200% アップし、うん、敵全体の氷、風、光、闇属性耐性を 80% ダウンさせてくれます。いろんな属性を4属性もらうということでね、はいはいはい、なのでね、あのオレオールレイとかね風入ってたと思うんですけれども、そういうのともね相性がいいんじゃないかなと思います。なるほど。そしてですね、彼女のすごいところはリミットバーストの、バフがですね、はい、こんな感じで自分の攻撃魔力を上げてくれるんですが 230% かなり上の方のバフですね、はい、しかもこれがですねレベル依存ではなく威力はレベル依存なんですが、うん、はい、レアリティ依存なので、星7まで育てれば 230% 星5の段階でも3ターン 200% なので、うん、かなり強いんじゃないかなといったユニットでございます、はい、そしてさらにですね、スペシャルアビリティもう一つの方が、投影滅却乱舞、はい、こちらですね、これが3段に1回使用可能で、戦闘開始時使用不可能となっておりまして、威力が1400-1400の、まあ、かなりね攻撃力の高い闇属性ダメージを与えられるので、はい、先ほど言っていたスペシャルアビリティの力まといこちらと、先ほど言ったリミットバーストなどを組み合わせるとさらにね高い火力が出るんじゃないかなと思います。なるほど、まあ、単発なんですねこれはね、はい、ゴーっといくパターンですね、はい、全然ねフィニッシュもできると思いますので、うん、ぜひ使っていただければと思います、はいはい、こちらのトラストアビリティ給湯性ですね、うん、攻撃魔力を 50% アップし、うん、物理魔法攻撃時 悪魔と狩猟系のダメージを 50% アップし、はい、片手用武器を2つ装備すると武具の攻撃が 50% アップするというものでございます。なのでねかなりあのキラーも乗っているので、うん、攻撃のダメージが出しやすいんじゃないかなといった、うんうんうん、トラストアビリティでございます、はい。さらにですねこの子はパッシブで視覚好きというものを持っております、うん、はい、物理魔法攻撃時悪魔人狩猟系のダメージを 25% アップしてくれるので合わせて 75% 発動する計算になります。結構強いですね。めちゃくちゃ強いですね。はい、そしてですね運営さんのおすすめ装備つけてもらっております。こんな感じでございます。はいはい、そしてですねこの右手に持っている陰陽符、うん、凪さん魔力が上がる拳ってなかなかないじゃないですか。そうですね、この子アビリティじゃなくて特殊で、はい、この、ま、格闘装備時に魔力が上がるんですよね、うんうん、ちょっと変わった感じになってるんですよね、はいはい、でそれに、ね、合うものがないんですけれども、うん、今ですねちょうどステップアップ召喚しておりまして、はい、2ステップ目でこの陰陽符がもらえるということで、はい、今来ているステップアップ召喚回すと、うん、凪さんが手に入るかもしれないし、うん、さらにねこの凪さん専用の装備が手に入るということで、うんうん、ぜひ余力のある方は、はい、毎ターン攻撃魔力 80% アップだった、ね、凪発動めちゃくちゃ強いですね。はい、なのでぜひ使っていただきたいですね、はい、ではドット絵見ていきましょう。はい、はい、ヒョウ兄の代わりなんか仲いい感じですよね、うん、ヒョウとね、うんうん、はい、攻撃準備攻撃、おーめっちゃかっこいいですけど、かっこいい、ね、かっこいいね、はい、かっこいいですね、なんか忍び感がありますけど、うんうん、なんかね陰陽師やな、陰陽師感ね、発動、うん、LB、 おーおーようこって感じ、いいね、うん、めっちゃかっこいいですね、かっこいい、はい、そして勝利ポーズちゃんと、おーかわいい、かわいいえ、かわいい、でこんな子が表ノート書いてるんやで、寝る前に、確かに、確かにかわいい、かわいい、書かれたい、かわいいですね、え、すごいかわいいじゃないですか、ね、こんなところでいきなり仮面取っちゃっていいのかなみたいな感じのレベルですけどね、美女美女ですね、はい、僕、はい、待機ということでね、可愛いですね、はい、はい、そして本日最後にイーゴさん紹介していきましょう、はい、シドの2人目の娘、三等星だからね、一番ね、はい、今出たオーナーズの中では強いですよ、はい、めちゃくちゃ強いですね、はい、うん、はい、イーゴさんはですね両手持ちの火力の状態上得意とするユニットでございます、はい、ムチを使ったアビリティの火力が高く、うん、モルボルを使ったアビリティは状態上を付与する攻撃を行ってくれます、はい、エルミーもですね状態上を付与する種類が多い多めとなっているので一部敵に対して強力な効果となっております。なるほど、アリーナとかにいたらより嫌な子ですね、うんうん、
そしてイーゴさんですね、ここ見てわかる通りステータス異常耐性、はい、全部無効ついております、はい、これがですねパッシブのモルボルとの絆というものがございます。はい、モルボルとの絆、はい、はい、こちらでですね全部の無効化し以下のアビリティの攻撃威力をそれぞれアップするということで、まあ、威力を上げてステータスの異常耐性も上げてくれるという、うん、すごい特殊なパッシブなの いいですね、はい、とってもねアタッカーがやっぱ状態異常になっちゃうとすごく大変だと思うので ね、かなりお得なんじゃないかなと思います、はい、続きまして、イーゴさんのチェイン相性なんですけれども、はい、パイルドライバーと相性がめちゃくちゃいいですね、はい、例えば、グラウンドウィップ、お土属性らしい、はい、うん、そうなんですよ。なのであのかなりアイリーンさんと相性がいいかなっていうところですね、はい、自分のリミットバーストゲージを300増加し敵一体に威力560の土属性ダメージを与え、はい、5ターンの間土属性耐性を 60% ダウンしてくれます、うん、なるほど。こちらがですねなんと星6の段階で覚えますので、うんうん、7にしなくてもチェインでねかなり活躍できるんじゃないかなと思います、はい、もう一つございます、はい、ブルタルウィップブルタルウィップ、はい、はい、こちらのブルタルウィップが、ね、敵一体に威力700の土属性ダメージを与え5ターンの間土属性耐性を 80% ダウンしてくれます。これが純粋に、うん、はい、あの5ターンでねかなり良くて 80% ダウンで、これが星7で覚えられる、なるほど、特殊アビリティですね、はい、なので本当にあのアイリーンさんと相性がいいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、そしてですね最初に両手ムチアタッカーと言ったんですけれども、うん、ダブルウィップ覚えているので、うん、しっかりね二刀流のことも相性がいいかなと思います。はい、そしてですねスペシャルアビリティの本気という技がございます。マジマジ本気と書いてマジひらがなった。はい、こちらの本気ですね、8ターンに1回使用可能、はい、戦闘開始時使用可能となっておりまして、うん、自分の攻撃防御魔力精神ダウン効果を解除し、うん、6ターンの間攻撃を 250% アップし、攻撃防御魔力精神ダウン耐性を 100% アップしてくれるので、うん、はい、この本気を使いこなすことで降臨などで常に高いダメージが期待できると思います。これいいですね、なんか理にかなってる、はい、6ターンだし、しかもそう、うん、なので、ね、8ターンに1回6ターンのね、うん、バフがかけられるし耐性も上がるので、うん、かなりね降臨で有用なんじゃないかなといったものですね、はい、そしてもう一つのスペシャルアビリティもかなり強いです、はい、強毒性スクイーズウィップ、うん、はい、これ3ターンに1回使用可能で開幕使用不可能でございます、はい、威力が1600、そしてヒット数8、敵全体にダメージを与えるものでございます。確率で即死させるか、はい、もしくは威力1600のダメージを与え3ターンの間威力700のダメージを与え続けてくれます。まあ、これとね先ほど紹介した本気を合わせて使うとより高いダメージが出る、はい、期待できるんじゃないかなと思います、はい、でその威力700がどれぐらい強いかと言いますと、うん、その隣のじゃあちょっとブルタルウィップ先ほど紹介したもの見ていただきましょう。これは威力700です。なるほど。なので毎ターンブルタルウィップが入っているような強、まあ、チェインとかはねないのであれなんですけれども、うん、そんなような感覚でダメージを与え続けてくれる。強いですね。トータルでいったら結構なダメージ出そうですよね、はいはい、超強い子だと思います、うん、そしてトラストアビリティ三等星ですね。これが攻撃を 50% アップし、はい、両手の装備品が武器1個だと武具の攻撃が 50%、うん、そして HP が 30% 以上の時 80% の確率で戦闘不能を耐えるということで、結構耐えそうですね。結構耐えそうですよね、うんうん、なのでかなり降臨にね有用なキャラなんじゃないかなと思います、はい、そして先ほどのナギさん同様ですね、ステップ2のステップアップ召喚のステップ2の時に手に入る武器がこちらです、うん、バイオレントテンタクル、はい、これがですねイーゴ装備人ワイルドビュートが発動するというものでございます、うん、このワイルドビュートというのがこんな感じで、うん、HP と攻撃を 15% アップする、はい、15% 上げてくれます、はい、なのでねかなり保管ができるものとなっておりますので、ぜひねムチ持ってない方は装備するといいんじゃないかなと思いますが、はい、イーゴさんはスーパートラストマスターがムチなので装備しますか。はい、これはい、ちょ、まあ、持てる方はこっちを持って、そうですね、両手武具なんでね、はい、ダメージはこっちの方がいい、そうですね、気合入ってそう、ドットへ、うん、はい、お願いします。イーゴの髪型が先発するたびに子供モルボルが触手を使い丁寧に髪を編み込んでくる。めっちゃ可愛くないですか。可愛い、はい、心を通い合っているが話そうとはモルボル語も話せる、うん、どんなイーゴはモルボルの臭い息を余裕で我慢できる。へえ、だってすごいね、こんなに遊び心のあるシリーズのこのコメントなかなか珍しいですね。はい、行きましょう。かわいい、
あ、一応さ手綱みたいなのあるんだね。ね。でちょっとクッって上がってんもんね。このボルボルちゃんがね、はい、攻撃よいしょ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 、はい、あ、よいしょ、共同作業よいしょよいしょよいしょ、かわいい。ちっちゃいボルボルがさ、そうそうそう、かわいい。かわいいですね。はい、魔法でしょ。魔法を。あぞ。は、手についた。さっき下にいたのに。手手手つきましたね。ピュッてつきましたね。かわいい。エルビー。あ、うわー、ちっちゃい子もいる。あー、かわいい。めっちゃかわいいし、めっちゃ強い。そしてなんか、いや結構恐怖だったんですけど、これ怖い、怖かった。あ、勝利ポーズすごい。え、めっちゃ可愛いですね。なんか気合入ってますね、またね。ヒーシ、おー、ヒーシも気合入ってますね。はい、僕ペロン、ペロン。え、めっちゃ気合入ってますね。すごい気合を感じる。気合感じますね。はい、はい、ではまずナギさん見ていきましょう、はい、では1ターン目は力まとり、力まとり、はい、失礼しました。力まとり好みで、はい、こんな感じで、はい、これが属性が3ターン 80% ダウンですね。はい、はい、じゃ続きまして LB 打ちましょう。これは3ターン、攻撃魔力が 230% アップしてくれます。バリバリ。ああ、結構強いですね、やっぱめちゃくちゃいいダメージ出ますね、うん、おお、これレベルマックスの状態ですね。そうですね、はい、威力は3000ですね。かなり高いですね。めちゃくちゃ高い。高いですね。2700万が出てましたね、はいはい、そしてじゃあ最後に、うん、スペシャルアビリティの投影滅却ランブ、ダメージ属性ダメージ、うん、これドッカーンと入るやつですね。これドッカーンっていきます。でしかも再生下がってると、はい、いきましょう。ドッカーン、おー、いいダメージ。二刀流だから2回出るんだ。はい、強っ。今のが2回出てくれます。7000万ぐらいいってます？いってるんじゃないか。はい、めちゃくちゃ強いですね。7600万、はい、単発で強えな。やっぱ星7は強いですね。使ってみるとめちゃくちゃ強いですね、はい、ではイーゴさん、まずは本気、うん、本気、この本気が6ターン、6ターンですね、攻撃力が 250% アップしてくれるというものでございます。強いですね。 ですね、はい、では本気を使った後はじゃあまずはスペシャルアビリティ打ってみますか。はい、強毒性スクイーズウィップ、いこう。徐々にダメージも入りますね。はい、いきましょう。おー、いいダメージ。結構いいダメージ出ましたね。おー、いいですね、はい、じゃあ、おー、いやー、結構入りますね。これが500万、400万ぐらいかな。入った、そうですね。あ、はいはい、じゃあちょっと合わせて、うん、ブルタルウィップも入れてみましょう。はい、ブルタルウィップ、これあれですか、はい、ダブルします、ね、ダブルしましょう。ダブルブルタルいきます、ね、ダブルブルタル、はい、ダブルブルタル。これが星7で覚えるパイルドライバー。すごいパイルドライバーだった。チュンチュイ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 ンみたいな。これあれだよ、前列後列でチェイン変わってくるやつですね2回目がね、ちょっと威力上がってましたね。はい、もう一回やっときます。うんうん、すごい強い。500万ぐらい入っちゃってますけど、でもそれもね、彼女の、まあ、強い部分だと思いますね。おー、2戦、はい、めちゃくちゃ強いでございます、まあ、強いですね、はい、はい、これがあのチェインが組み込めて、うん、あのフルチェインできますので、うん、さらに高い威力が簡単に出せるといったものでございます。はい、セカンドでイルミ見てきました、はい、よいしょ。あ、麻痺入りましたね。あ、いい、最高。すごい入った。うん、病気が入るとさらにダメージも上がりますね。はい、なるほどね。セクターでエルビューを当てて、エフェクト入った俺も2チップです。はい、ガーツさんね。よいしょ。かわいい。こんな感じですね。はい、はい、そんな感じのイーゴさんとナギさんでございました。はい、今回もですね、イベント合わせてきております、はい、レイドイベントですね、はい、オーダーズと魔導の遺跡、うん、こちらがですね、6月30日までとなっております、はい、レイド召喚期間は7月10日までなので、引き逃しのないようにお願いいたします、はい、うん、そしてレイド召喚が今回からなんとですね、100連召喚ができるようになりました。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいですね、それ ね、ボックス圧迫もね、かなり解消されて、ね、引きやすくなったと思うので、はい、ぜひね、皆さん全力で回って全力で引いてください、はい。そしてですね、今回のレシピはこちらでございます、うん、陰陽門の腰飾り、うん、
ですかね、うん、そして、強兵の証、うん、アルドール西兵用軍剣、うん、そして、23式アルドール銃ですかね。23式かわいいですねこれ ね、 ね23等星の23式ってことです ね、 ね、 ねかわいい、はい、こちらのですねなんとあのアイテムの詳細も、うん、あの彼らにまつわるねなるほどお話が見れたりするので合わせて見 て、 る、はい、見てみると、彼らのことがちょっとね知れるかもしれないですね、うん、はいはい、というわけで今回は20日に追加された B のオリジナルキャラクターオーダーズの子たちをね紹介させていただきました。やっぱ強いですね、なぎさん強いね、もね、うん、はい、結構ダメージ出たと思うのでぜひ参考にしていただければと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ました、また見てくださいね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございまし た、 ました。公式ツイッターやってます、概要欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらの公式 YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。動画の更新通知や配信通知が届きますよ。ではまたね、バイバイ。